庭田幸子文案5年4月13日は室町時代の女性。署名は京子。女坊名は今三局、二条局、南三方。陰号は四季門院。父は庭田常あり、母は前昭房。貞房ふさ新納の死女であるが、新王の関門日記を見る限り他に、新王の妻にあたる女性はなく、事実上の性質格であった。 ただし、当時の皇族では必ず性質を立てる者ではなくなっており、彼女が、サダフサ新の子女のほとんどを産んだことから、妾として偶されるようになり、彦人王の聖母となったことで性質としての待遇を受けるようになったとみられる。次男五女の母である。特に、ご花園の天皇が第一男子、テ常ツネが第二男子であり、男系女性としては両系統の共通祖先にあたる。 幸子のおばである杉殿は、スコインの天示となって貞房フサの父である、義人親王を生んでいる。すなわち、貞房フサは、幸子の配偶者であると共に上位にも当たる。このことから松園人氏は、庭田家が、スコインや伏見宮家など皇室に仕えるために早い、時期に伏見に今日構えているため、幸子も伏見で生まれ育った可能性を指摘している。 貞房信濃新の日記、関門日記では、当初、今三曲と呼ばれ、その後英二十六年一月十日に二条曲へ改名。英三十二年、吉人新能氏女郎五方から、伏見宮家の宮中勝友を継承した。その後影響元年九月以前に、南三方へ改称。将軍、足利義則とその室、扇町三条因子からの信頼が厚く。 影響6年3月16日、因子の二品宣言と同時に、十三位に除任、この時になお京子とする。文案元年4月26日、巡三考となり、幸子と改名。文案5年3月4日に、陰合宣言。同年4月13日に59歳で公挙。関門行記の記述からは、総六は、新納をたびたび任すほどの腕前であったが、 和歌は苦手であったことが伺える。また、新能のお供として、御所周辺の実写に出かけるだけではなく、落中落外の者も大でに出かけたり、石山寺や長谷寺、伊勢神宮に参拝をしたり、新能の名代として、足利義則夫妻と会見したりと、活発な性格であったことが伺える。関門日記影響2年8月10日上に、新能の側近である。 田迎長介が育てていた姫宮が前日死去したことが書かれており、他の子女と違って、田迎家で育てられたのは、姫宮が、幸子が産んだ子ではなかった可能性があるが、それ以外の親王の子女は、幸子の所生とされる。縦内期化吉元年うる9月27日上、高富木文安元年4月26日上には、北万所と記されている。松園、 2018年 P326.355367 から368松園2018年 P333 松園2018年 P333.361371 から382ありがとうございます。